お兄さんが異色のコラボ。今回はおばたのお兄さんと山崎幸アナウンサーの新婚旅行。当番組でしか見られないプライベートものまでは必見です。今日は新婚旅行の思い出写真と、それがどんな風に撮られたのかをお見せしちゃいます。まず1枚目の写真は、これはオーストラリアの海岸で撮った1枚。この写真の20秒前、こんなことが。うわー、めちゃくちゃ綺麗な海岸だなこれ。ちょっとゆきちゃん、ほらゆきちゃんもおいでよ、ほら早く。あんたゆきちゃん、ゆきちゃん、ねえこれ綺麗だよ、これ海もこれ透明だし、入ろう、ちょっと入ろうかねえ。パチャン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 、冷た。やったなあ。当てすぎじゃん。ちょっとやりすぎだぞ。この野郎。やりすぎだぞゆきちゃん。よきちゃんやりすぎだな。よきちゃん。次の思い出写真は名物料理のロブスター。そこで撮れた愛しのゆきちゃんの写真は。これはロブスターの足を加えて鬼のような顔になるっていう面白写真。そんな写真の15秒前、こんなことが。いや綺麗なレストランでしょゆきちゃん。なんかすごい雰囲気いいよね。うわすごい。 This is ロブスター。うわ勢いまだ生きてるよこれ。クッキークッキー。これを調理してくれるんですね。楽しみだよ。大丈夫、私調理しなくても。調理？ゆきさん、ちょっとゆきさん、ゆきさんこれどうなってんのこれゆきさん。ちょっとゆきさん、ゆきちゃん。次の思い出写真は幸せいっぱいのお姫様抱っこ。この写真の10秒前、こんなことが。タンタン、私一つだけお願いがあるの。お願いよ。お姫様抱っこしてほしい。いやもうどうしよう、しょうがないな。小倉さん幸せになりました。何やねん、どんなオチやねん。わしの売りの城でございます。初登場ありがとうございます。基本でもね、モノマネ普段からやってたから。そうなんですよ、うまいからね。そうなんです、だから頑張って気合入れたんですけど、僕ら何と戦ってたんですか今日。敵は何なんですか。ホンマやな、ちゃんとモノマネやったもんね。そうですよ山崎さん、ちょっとだからプライベート写真申し訳ないです。ホントにご流出しちゃって。ほんでなんかあれね、実際にああいう写真撮ってたんですか。そうですね、はい、再現度 100% で。いや全然違いましたよ、全然違う。さあそれでは皆さん判定の方お願いします。白の霜降り明星さんか、それとも赤のガリットチュウ福島さん、おばたのお兄さんか。それではスイッチをどうぞ。